ロシアによるウクライナ侵攻が続く中、静岡に住む小学1年生の子を持つロシア人の女性は、ロシアに住む家族や子どもへの教育に頭を悩ませています。女性へのインタビューから、戦争とは何かを一緒に考えてみてください。静岡市で通訳・翻訳会社を経営するロシア人の長坂アルビナさん。語学留学をきっかけに20年前に来日し、日本人の男性と結婚、一児の母親です。長坂さんの父親と母方の祖父はウクライナ人です。30年前まではソビエトという国を構成する共和国の一つだったロシアとウクライナ、同じルーツを持つ国でありながら、ロシアがウクライナに軍事侵攻を始めたのは今年2月のことでした。日本的な言い方すると、遠い親戚と近い親戚という言い方あるじゃないですか。だからウクライナの人たちはロシア人の感覚では一番近い親戚なんですよ。うちの家族はみんな大丈夫よ、なんかちょっと脅かすかもしれないけど、ウクライナはそんなひどいことは起きないと思いますよっていう、おそらくロシア全域一般の人はほぼその意識でいたと思うんですよ。それが一つの近い親戚という感覚に対しての、まさかっていう、考え方だっただと思います。私もその考え方でした。自分の家族が巻き込まれてるかのような気分になって、お互い同士でどうしちゃったのってかという気分になりました。長坂さんの両親はロシア東部に位置するハバロフスクに住んでいます。今も週に一度は連絡を取り合いますが、ウクライナ侵攻の話だけは噛み合わないといいます。以前とほぼ変わらない会話の内容です。孫についての成長についてとか、学校はどうとか、今それこそ時期なので、すごく農作物作りに励んでる、向こうから報告とか、トマトこれぐらい生産したよとか、普通に世間話っていうか、普通の連絡の中身になってます。で、侵攻についてお互いにすごく意識して触れないようにしています。辛い部分ではなく、完全に意思の疎通がないので、 2,3 回ぐらいそれについてもうかなりの口論になったことがあるから。でも結局、先ほど私言ったように家族があるから、実際家族なので、こういった原因で家族で深い亀裂が生まれてしまうのは誰でも嫌だと思うので、だったら触れない。何してる時が一番幸せですか？何してる時？何？全部？ママ全部って言ってよ。あれ、考えたことない。全部って言ってよ。息子のケイ君は小学1年生です。長坂さんはロシア人やウクライナ人を家族に持つケイ君や周囲の子供たちに、今回の戦争をどう伝えたらいいか迷っています。で、ちょうど一昨日ぐらいかな、また子供の習い事でどこの人ですかって子供に聞かれて、ロシアって、そしたらなんか、あ、そっか、怖いんだと思って、そう、私たち今怖い存在なんだなと思いました。ママがロシアだから、実は子供が最初ロシア、ロシアって、ロシア買ってほしいって言い出したんですよ。ただこう内容がわからないから、で、いやいや、今ね、ロシアがちょっとウクライナを攻めてきてるから、ロシアが悪いこと知ってるかもしれないよって、そういう事実を説明したんですよ。ね、今度ウクライナ頑張れ、今度ウクライナ頑張れね、ただこう呼ばいもあんな、お母さんがロシア人だからちょっと困った様子がありました。現実は仕方がないから、子供が分かる範囲で隠さずに伝えていこうと思っています。戦争について今何を思いますか？この戦争は、どんな戦争でもいい戦争はないと思いますけどね。戦争自体は最悪のことだと思います。
今回の出来事は本当に、まあ、兄弟同士っていうか家族同士が殺し合ってる状況になっているので、個人的には日本の方々に一つだけ分かっていただきたい。家族とか兄弟とか戦う時は両方とも最終的には被害者だと思うんですよ。両方とも苦しいと思います。平和って言葉わかる？わかんない。あのね、戦いはしない、喧嘩もしない、怒らない、それが平和っていうの。うん、怒ってるけどね、戦いはしない誰が怒ってる？ママ？うん、ママ時々怒るよね、うん、ごめんね